だからさ、これステップサイドね。なるほど。まあな。これが一番元ですよね。これ下塗りですよね。下塗りですよね。グリーンの色をつけてるわけですね、はい。で、これが上塗りですよね。クリアですよね。はい。で、クリア塗るでしょ。これがスーパーポリクロスで、これはね、どんぐり塗ったやつ。ガラスクロスのトップに1枚入れると、強度は出ないけど、補強にはなる。発泡ローラーって、ポリエステルなんかね、こうやってやるんですけど、そういうことで特殊なやらなくて、ヘラ。こっち側はいいけど、向こう側がダメなの、ね、本当のフレームがダメなんや。ポリエステルじゃなくて、エポキシの出番ですよ。ああ、こういった時に、音が出ないでしょ。どうしてもポリエステルはパリッパリって言うてくる。裏べらをきれいに、ゲランと、表に引っ張ってくるんですよ。なるほど。いや、知らなかったです、全然。アルミのその番線切っとけば、もうあと塗ってすぐできるでしょ。はい。そっちが取材、ステンレスタイプ。そっちが硬化剤。OK です。点付け。固まるよ。もう固まる。プリウス。なんでそこだけがそんな割れ方したんだろう。いや、要するにこのコアサポートって言って、この骨組みがあるでしょ。細かいクラックが入ってるな。入ってるですね。だが広く、広げてやらない。それ鉄板だよね、錆びてんだからね。鉄板ですね。白パテを取材 5g でどんぐりを混ぜて。でもこっちさ、うっすらわかるって感じだね。それはね、これもうてきめんだよ、これ。これはもう、いやでもこれぐらい、これでほっといてね、10分ぐらいで固まり始めちゃうんですよ。だからなるべく伸ばして固まらないようにして、よいしょ、全然違うよ、粘度が。 8% 入れるだけでこんなのあんな。蓄熱しちゃう。ああ、なるほど。で、僕言ったのは、真鍮の金網、あ、ガラス8300が 100%、83と8383と 50%、液状の硬化剤 100%。まずそれ、失敗してもいいで、まずやろうっていう。これさ、モノコックで作ってんだよ、このボディを。このこれ離れてるでしょ。素早く混ぜる。温度高いから余計にですね。入ってるけど入んない。やんねえ。エポキシだよ。悪くないでしょ。で、時間が経つとさ、粘稠体になってきちゃうんだけど、一生懸命練ると元粘土になるの。通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシって言ったら、ブレニキがバーン、ああ出てきますよ。電話かけてきたもん。2週間。プロフェッショナルですね。
とりあえずこれ OK ですか。ニッパーではあるんで、2つではあるの、はい、いいですよ社長、そのこの粘土じゃないんで、これが粘土だからね、言っとくけど。すごい穴が開いてたじゃん、大きな穴が。そうそう、ここだよ、阿部さん、これがだよ、でかい穴は、ここ、これとこれと、ここなんだよ。おお、って何、マグネット。これは83ですね。これが83。はい。はい。OK。OK。やっぱ出てるね。うん。あ、全然いいわ。うん。あ？いい、こっちの方がいい。うん。やっぱりさ、あれだね。あとはスロットルのここ、そうですね、そこそこ、このこういうところも回してくれとか使いました。はい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 、これも止めにくいんで。ロー付けじゃなくて、だからさ、これステップサイドね。なるほど。これが一番元ですよね。これ下塗りですよね。下塗りですよね。グリーンの色をつけてるわけですね。はい、でこれが上塗りですよね。クリアですよね。はい。これがスーパーポリクロスで、これはね、どんぐり塗ったやつ。ガラスクロスのトップに1枚入れると、強度は出ないけど、補強には。ナッポローラーって、ポリエステルなんかね、クラフィーやるんですけど、そういうことで特殊な場合やらなくて、ヘラ。こっち側はいいけど、向こう側がダメなの、ね、本当のフレームがダメなんや。ポリエステルじゃなくて、エポキシの出番ですよ。ああ、こういった時に、音が出ないでしょ。どうしてもポリエステルはパリッパリッって言うてくる。裏べらをきれいに、ゲランと、表に引っ張ってくるんですよ。ああ、なるほど。いや、知らなかったです、全然。アルミのその板線切っとけば、もうあと塗ってすぐできるでしょ。はい。うん。そっちが取材、ステンレスタイプ。そっちが硬化剤。OK です。点付け。固まるよ。もう固まる。プリウス。なんでそこだけがそんな割り方したんだろう。いや、要するにこのコアサポートって言って、この骨組みがあるでしょ。細かいクラックが入ってるな。入ってるですね。うん。高っ広く、広げてやらない。それ鉄板だよね、錆びてんだからね。鉄板ですね。白パテを取材 5g でどんぐりを混ぜて。でもこっちさ、うっすらわかるって感じだね。それはね、うん、これもう適面だよ、うん、これはもう、いやでもこれぐらい、これでほっといてね、10分ぐらいで固まり始めちゃうんですよ。だからなるべく伸ばして固まらないようにして、よいしょ、全然違うよ、粘土が 8% 入れるだけでこんなのな。蓄熱しちゃう。ああ、なるほど。で、僕言ったのは、
真鍮の金網、うん、8300が 100%、うん、83と8383が 50%50%、うん、液状の硬化剤 100%、うん、まずそれ、そうです、失敗してもいいで、いやまずやろっていう、これさ、モノコックで作ってんだよ、このボデーを、これ離れてるでしょ、素早く混ぜる、あの温度高いから余計にですね、うん、入ってるけど入んないんです、うん、そうですね、やんねーエポキシだよ、悪くないでしょ、時間が経つとさ、粘稠体なってきちゃうんだけど、一生懸命練ると元粘土になるの。通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシって言ったら、そう、ブレニキがバッ、ああ出てきますよ。電話かけてきたもん。2週間。プロフェッショナルですね。とりあえずこれ、OK ですか。2パーで割らんで、2つで割らなくちゃ、はい、いいですよ、はい、社長、そのこの粘土じゃないんで、これが粘土だからね、言っとくけど、すごい穴が開いてたじゃん、大きな穴が、そうそう、ここだよ、阿部さん、うん、これがだよ、でかい穴は、これとこれと、うん、ここなんだよ、うーん、って何、マグネットこれは83ですね、これが83、はい、はい、OK、 OK、やっぱ出てるね、うん、あ全然いいわ、うん、あいい、こっちの方がいい、うん、やっぱりさ、うん、あれだね、とあとはスロットルのここ、そうですね、そことか、このこういうところも合わせてくれとか使いました、はい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 、これも止めにくいんで、ロー付けじゃなくて、うん、だからさ、これステップサイドね、うーん、なるほど、これが一番元ですよね、これ下塗りですよね、下塗りですよね、グリーンの色をつけてるわけですね、はい、でこれが上塗りですよね、クリアですよね、はい、これがスーパーポリクロスで、これはね、どんぐり塗ったやつ、ガラスクロスのトップに1枚入れると強度は出ないけど補強には、ナッポローラーってポリエステルなんかね、こうやってやるんですけど、そういうことで特殊な場合やらなくて、ヘラ、こっち側はいいけど、向こう側がダメなの、ね、ああ本当のフレームがダメなんや、ポリエステルじゃなくてエポキシの出番ですよ、ああこういった時に、音が出ないでしょ、どうしてもポリエステルはパリッパリって言うてくる、裏べらをきれいにゲランと、うん、表に引っ張ってくるんですよ、ああなるほど、いや知らなかったです、全然、あのアルミのその板線切っとけばもうあと塗ってすぐできるでしょ、はい、うん、そっちが取材、ステンレスタイプ。そっちが硬化剤。OK です。点付け。
固まるよ、もう固まる。プリウス、うん、なんでそこだけがそんな割れ方したんだろう。いや、要するにこのコアサポートって言って、この骨組みがあるでしょ。細かいクラックが入ってるな。入ってるですね、うん、高っ広く広げてやらない、うん、それ鉄板だよね、錆びてんだからね。鉄板ですね。白パテを取材 5g でどんぐりを混ぜて。でもこっちさ、うっすら分かるって感じだね。それはね、うん、これもうてきめんだよ、うん、これこれはもう、いやでもこれぐらい、これでほっといてね、10分ぐらいで固まり始めちゃうんですよ。だからなるべく伸ばして固まらないようにして、よいしょ、全然違うよ、粘度が。 8% 入れるだけでこんなのな。実際に蓄熱しちゃう。ああ、なるほど。で、僕言ったのは、あの、真鍮の金網、ええ、あ、ガラス8300が 100%、うん、83と8383が 50%、うん、液状の硬化剤 100%、うん、まずそれ、そうです、失敗してもいいで、いや、まずやろうっていう。これさ、モノコックで作ってんだよ、このボデーを。このこれ離れてるでしょ。素早く混ぜる。あの温度高いから余計にですね。はい、入ってるけど入んない。うん、そうですね。やんねー。エポキシだよ。悪くないでしょ。で、時間が経つとさ、燃焼体なってきちゃうんだけど、一生懸命練ると元粘土になるの。通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシって言ったら、そう、溺れに息がバーン、ああ出てきますよ。電話かけてきたもん。2週間。プロフェッショナルですね。とりあえずこれ OK ですか。2パーではなんで、2つではなっちゃう、はい、OK、いいですよ、はい、社長、そのこの粘土じゃないんで、これが粘土だからね、言っとくけど。すごい穴が開いてたじゃん、大きな穴が。そうそう、ここだよ、阿部さん、うん、これがだよ、でかい穴は、これとこれと、うん、ここなんだよ。うーん、って何、マグネットこれは83ですね。これが83、はい、はい、OK、 OK、やっぱ出てるね、うん、ああ全然いいわ、うん、いい、こっちの方がいい、うん、やっぱりさ、うん、あれだね、あとはスロットルのここ、そうですね、そことか、こういうところも接着剤とか使いました。はい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 、これも止めにくいんで。ロー付けじゃなくて、うん、だからさ、これステップサイドね。うーん、なるほど。これが一番元ですよね。これ下塗りですよね。下塗りですよね。グリーンの色をつけてるわけですね、はい、でこれが上塗りですよね。クリアですよね、はい、これがスーパーポリクロスで、これはね、どんぐり塗ったやつ。ガラスクロスのトップに1枚入れると、強度は出ないけど、補強には。
ラッポーローラーってポリエステルなんかね、座ってやるんですけど、そういうことで特殊版やらなくて、ヘラ。こっち側はいいけど、向こう側がダメなの、ね、本当のフレームがダメなんや。ポリエステルじゃなくて、エポキシの出番ですよ。ああ、こういった時に、音が出ないでしょ。どうしてもポリエステルはパリッパリって言うてくる。裏べらをきれいに、ゲランと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。なるほど。いや、知らなかったです、全然。アルミのその板線切っとけば、もうあと塗ってすぐできるでしょ。はい。うん。そっちが取材、ステンレスタイプ。そっちが硬化剤。OK です。点付け。固まるよ。もう固まる。プリウス。なんでそこだけがそんな割れ方したんだろう。いや、要するにこのコアサポートって言って、この骨組みがあるでしょ。細かいクラックが入ってるな。入ってるですね。うん。高っ広く、広げてやらない。うん。それ鉄板だよね、錆びてんだからね。鉄板ですね。白パテを取材 5g でどんぐりを混ぜて。でもこっちさ、うっすら分かるって感じだね。それはね、うん、これもうてきめんだよ、うん、これこれはもう、いやでもこれぐらい、これでほっといてね、10分ぐらいで固まり始めちゃうんですよ。だからなるべく伸ばして固まんないようにして、よいしょ、全然違うよ、粘度が。 8% 入れるだけでこんなのあんな。蓄熱しちゃう。ああ、なるほど。で、僕言ったのは、真鍮の金網。ええ、あ、ガラス。8300が 100%。83と8383が 50%。液状の硬化剤 100%。まずそれ失敗してもいいで、まずやろうっていう。これさ、モノコックで作ってんだよ、このボディを。これ離れてるでしょ。素早く混ぜる。温度高いから余計にですね、入ってるけど入んない。やんねエポキシだよ。悪くないでしょ。で、時間が経つとさ、粘稠体になってきちゃうんだけど、一生懸命練ると元粘土になるの。通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシって言ったら、ブレーキがバッと、ああ、出てきますよ。電話かけてきたもん、2週間。プロフェッショナルですね。とりあえずこれ、OK ですか。2パーではあるんで、2つではあるの、はい、いいですよ、はい、社長、この粘土じゃないんで、これが粘土だからね、言っとくけど。すごい穴が開いてたじゃん、大きな穴が。そうそう、ここだよ、阿部さん、うん、これがだよ、でかい穴は、これとこれと、うん、ここなんだよ。おーって何、マグネット。これは83ですね。これが83。はい、はい、OK、 OK、出てるね、
あ、全然いいわ、うん、あ、いい、こっちの方がいい、うん、やっぱりさ、うん、あれだね、とあとはスロットルのここ、そうですね、そことか、このこういうところも忘れてくれとか使いました、はい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 、これも止めにくいんで、ロー付けじゃなくて、うん、だからさ、これステップサイドね、うーん、なるほど、これが一番元ですよね。これ下塗りですよね。下塗りですよね。グリーンの色をつけてるわけですね、はい、でこれが上塗りですよね。クリアですよね、はい、これがスーパーポリクロスで、これはね、どんぐり塗ったやつ、ガラスクロスのトップに1枚入れると強度は出ないけど補強にはなる。ナッポーローラーってポリエステルなんかね、クラリやるんですけど、そういうことで特殊版やらなくて、ヘラ、こっち側はいいけど、向こう側がダメなの、ね、本当のフレームがダメなんや。ポリエステルじゃなくて、エポキシの出番ですよ。ああ、こういった時に、音が出ないでしょ、うん、どうしてもポリエステルはパリッパリって言うてくる。裏べらをきれいに、ゲランと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。あー、なるほど。いや、知らなかったです、全然。あの、アルミのその板材切っとけば、もうあと塗ってすぐできるでしょ。はい、うん。そっちが取材、ステンレスタイプ。そっちが硬化剤。OK です。点付け。固まるよ。もう固まる。プリウス。なんでそこだけがそんな割れ方したんだろう。いや、要するにこのコアサポートって言って、この骨組みがあるでしょ。細かいクラックが入ってるな。入ってるですね。うん。だが広く、広げてやらない。うん。それ鉄板だよね、錆びてんだからね。鉄板ですね。白パテを取材 5g でどんぐりを混ぜて。でもこっちさ、うっすらわかるって感じだね。それはね、うん、これもうてきめんだよ、うん、これこれはもう、いやでもこれぐらい、これでほっといてね、10分ぐらいで固まり始めちゃうんですよ。だからなるべく伸ばして固まんないようにして、よいしょ、全然違うよ、粘度が。 8% 入れるだけでこんなのあんな、蓄熱しちゃう。あ、なるほど。で、僕言ったのは、あの、真鍮の金網、ええ、あ、ガラス8300が 100%、うん、83と8383が 50%、うん、液状の硬化剤 100%、うん、まずそれ、そうです、失敗してもいいで、いや、まずやろっていう。これさ、モノコックで作ってんだよ、このボディを。このこれ離れてるでしょ。素早く混ぜる。あの温度高いから余計にですね、
入ってるけど入んないんですよ。うん、そうですね。やんねえ。エポキシだよ。悪くないでしょ。で時間が経つとさ粘稠体になってきちゃうんだけど、一生懸命練ると元粘土になるの。通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシって言ったらブレニキがバッ、ああ出てきますよ。電話かけてきたもん。2週間プロフェッショナルですね。とりあえずこれ何OK ですか。2パーで割らんで、2つで割らなくちゃ、はい、いいですよ、はい、社長、そのこの粘土じゃないんだよ。これが粘土だからね、言っとくけど。すごい穴が開いてたじゃん、大きな穴が。そうそう、ここだよ、阿部さん、うん、これがだよ、でかい穴は、ここ、これとこれと、うん、ここなんだよ。おー、って何、マグネット。これは83ですね。これが83、はい、はい、OK、 OK、やっぱ出てるね。うん、あ、全然いいわ。うん、あ？いい、こっちの方がいい。うん、やっぱりさ、うん、あれだね。とあとはスロットルのここ、そうですね、そことか、うん、このこういうところも忘れてくれとか使いました。はい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 、これも止めにくいんで。ロー付けじゃなくて、うん、だからさ、これステップサイドね。うーん、なるほど。これが一番元ですよね。これ下塗りですよね。下塗りですよね。グリーンの色をつけてるわけですね。はい、でこれが上塗りですよね。クリアですよね。はい、これがスーパーポリクロスで、これはね、どんぐり塗ったやつ。ガラスクロスのトップに1枚入れると、強度は出ないけど、補強には。ナッポーローラーって、ポリエステルなんかね、クラフィーやるんですけど、そういうことで特殊な場合やらなくて、ヘラ。こっち側はいいけど、向こう側がダメなの、ね、うん、本当のフレームがダメなんや。ポリエステルじゃなくて、エポキシの出番ですよ。ああ、こういった時に、音が出ないでしょ。どうしてもポリエステルはパリッパリッって言うてくる。ブラベラをきれいに、ゲランと、うん、表に引っ張ってくるんですよ。あ、なるほど。いや、知らなかったです、全然。あの、アルミのその板線切っとけば、もうあと塗ってすぐできるでしょ。はい、うん。そっちが取材、ステンレスタイプ。そっちが硬化剤。OK です。点付け。固まるよ。もう固まる。プリウス。なんでそこだけがそんな割れ方したんだろう。いや、要するにこのコアサポートって言って、この骨組みがあるでしょ。細かいクラックが入ってるな。入ってるですね。うん。長っ広げてやらない。うん。それ鉄板だよね、錆びてんだからね。鉄板ですね。白パテを取材 5g でどんぐりを混ぜて
もこっちさ、うっすら分かるって感じだね。それはね、うん、これもう適面だよ、うん、これこれはもう、いやでもこれぐらいこれでほっといてね、10分ぐらいで固まり始めちゃうんですよ。だからなるべく伸ばして固まんないようにして、よいしょ、全然違うよ、粘度が。 8% 入れるだけでこんなのな、実際に蓄熱しちゃう。ああなるほど。で僕言ったのは、あの真鍮の金網、うん、あガラス8300が 100%、うん、83と8383と 50%、うん、液状の硬化剤 100%、うん、まずそれ、そうです、失敗してもいいで、いやまずやろうっていう。これさ、モノコックで作ってんだよ、このボデーを。このこれ離れてるでしょ。素早く混ぜる。あの温度高いから余計にですね。うん、入ってるけど入んない。やんねえ。エポキシだよ。悪くないでしょ。で時間が経つとさ、粘稠体なってきちゃうんだけど、一生懸命練ると元粘土になるの。通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシって言ったら、そう、ブレニキがバーン、ああ出てきますよ。すっげー電話かけてきたもん。プロフェッショナルですね。とりあえずこれ OK ですか。2パーで割らんで、2つで割らんじゃん、はい、いいですよ、はい、社長、そのこの粘土じゃないんだよ、これが粘土だからね、言っとくけど。すごい穴が開いてたじゃん、大きな穴が。そうそう、ここだよ、阿部さん、うん、これがだよ、でかい穴は、これとこれと、うん、ここなんだよ。うーん、って何、マグネットこれは83ですね。これが83、はい、はい、OK、 OK、やっぱ出てるね、うん、出るね、全然いいわ、うん、いい、こっちの方がいい、うん、やっぱりさ、うん、あれだね、とあとはスロットルのここ、そうですね、そことかこういうところも合わせてくれとか使いました。はい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 、はい、これも止めにくいんで、ロー付けじゃなくて